はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。まあこれは子供というよりも、まあ大人に関してということになるんですけど、一応今日のところやっておきますということになります。はい、こちらということになります。子供はいいんですよ、子供は。ね。子供は何度愚痴ってもいいんですよ。ね、まだまだの発展途上の段階になってるんで、まあ先生に愚痴っても何でもいいんですけど、大人になったら覚えておいてくださいということになるんですけど、愚痴が多い人にならないということです。愚痴が多い人ってね、一つだけなんですよ、もう。一つだけなんですよ。愚痴が多い人の特徴って俺は最悪だと思ってて、こんなん絶対人生成功するわけないし、不幸一直線だと思ってるんですよ。なんで愚痴が多いかって話になるんですけど、簡単なんですよ。ね、感謝が足りてないです。これね、もう絶対そう思ってるんですよ。その、よっぽどな、要するに、状況で生まれ育ったっていう人たちは除外しますよ。よっぽどな状況で、生まれ育ったっていう人たちは除外しますけど、俺から見ててね、あと、愚痴言えるところどこにあるんやって思う時って結構あるんですよ。正直な話言うとね。正直な話言うとね、どうだ、こうだとかね、生まれがどうだとか、こうだとか言う人いるんですけど、とかね。まあ、正直言うと、まあ、感謝が足りてないよねっていうことになりますね。はい。で、その、感情が足りてないから、そもそも誰も助けてくれないんですよ。はっきり言うと。だ、絶対助けないと思うんですよね。絶対助けないと思うんですよ。で、私もそうなんですけど、私の友達の中に愚痴多いやつってあんまいないんですよ。で、愚痴って2種類あって、解決する方向性を向かってる愚痴と、解決する方向性のない愚痴っていう2つあるんですけど、解決したいと思っていて、相談っていうのは私結構乗るんですよ、友達とかでも。ここ、こうしてたらいいんじゃないって。ああ、そうかって。ってことは、こういう風に考えてる方向性って間違ってるって言ったら、間違ってるんちゃうのかなっていう会話なんですよ。っていう会話なんです。同意をし合って、傷を舐め合うっていう会話が私すごい嫌いで、何の生産性があるのそれって言う人なんですよ。はっきり言うと。それ、なんか意味あるのっていう人なんですけど、愚痴が多い人って私から言わせると最悪だと思ってます。はい。最悪だと思ってます。いくつかの側面からして、もう最悪なんです。愚痴が多い人ってね、認識しといた方がいいんですけどね。愚痴言ってる時点で、すでに迷惑かけてますから。他人の愚痴なんかね、聞きたくないんですよ。で、私なんか他人の愚痴って基本聞かないんで、知らねえよ、みたいな。なんかね、いい人だと思われがちなんですよ。いい人だと思われがちなんですよ。で、だから、いい人だと思われてるから、すごい昔はね、ほんとね、起業した当初っていうのは、すんごいなんか勧誘のセールスとかいっぱい来るんですよ。いっぱい来たんですよ。もう今かかってこないんですけど、今私の本性が分かってる人たち多いんで、いうことになるんですけど、いい人になる必要性なんかないんですよ。はっきり言ってしまうと。私はそう思ってるんですけど、まず、君の人生の主役は君なんですよ。ね、他人の愚痴なんか聞かんでよろしいんですよ。ね、自分の人生の主役は自分なんですよ、あくまで。ね、自分の人生の主役はあくまで自分なんですよ。で、子供の愚痴っていうのはね、聞くべきだと思ってるんです。それはなんでかって私が教育者だからです。でも、大人っていうのは愚痴が多いっていうのは現状に不満言うだけで改善する気がないっていうんだったら、はっきり言ってその愚痴って聞くだけ無駄なんですよ。何も改善しないし、何の生産性もないし、ただただ愚痴を、マイナスな愚痴を聞かされて、残念な気持ちになるっていう状態になるんですね。だから、こういうことが大事なんですよ。自分が愚痴が多いなって思ったら、その人たちを改めないといけません。はい。改めないといけません。その段階ですでに人に迷惑をかけてます。はい。その段階ですでにもう迷惑をかけてるということになっちゃうから、これはもう真っ先に親御さんの中でもしそうなってる状況の方が多いのであるならば、やめた方がいいです。で、なんていうんですかね、奥さん方が集まってその旦那の愚痴を言い合うなんていうふうなこと言ってるんですけど、何の不満があるのか知らないんですけど、まあ、はっきりはしてもらえれば、感謝が足りてないでしょって。感謝が足りてないよねって話です。いや、ことだと私は思ってます。愚痴ってる暇があるんだったら改善するために努力するんです。そうです。で、愚痴ってる暇とかね、時間的に考えるとね、邪魔でしかないんですよ。何の生産性もないんで。はい、ということです。だから、あくまでこれも皆さんも覚えておいてほしいんですが、あまり愚痴が多い人っていうのは、まあ、大人になる時に覚えておいてほしいんですが、まず自分が愚痴を言わない。ね、まず自分が愚痴を言わない。だから愚痴ね、言いたかったらね、ノートにでも書いとけないんですよ。ね、ノートにも書いとくか、
女やったらホストに行くか、男やったらキャバクラにも行きゃいいんですよ。ね。何度も聞いてくれますから。そういう仕事なんでね。そういう仕事なんでね。はい。ところが、その友人とか、その社員とか、同僚とかっていうのは、君からお金をもらってるわけではないんですね。ないんですね。だから、自分が愚痴を言うということは、それだけ要するに周りの士気を低下させるんですよ。周りのやる気をどん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 低下させるんですよ。つまり、その段階で迷惑をかけてるんですよ。ね。で、挙句の果てには、愚痴言ってる人に対して、それはお前が悪いんちゃうなんて言ってみてください。その、言うとか、その人すごい優しい人です。すごい優しい人です。ね。でも、あなたみたいに気持ちが強くないからって言うんですよ。ほんとは強なれやって。ほな、俺に言いにくんないっていう話じゃないですか。気持ちの強い人は、弱い奴の愚痴聞かなあかんなんていうルールないじゃないですか。そんなめんどくさいルールないでしょ。そんなめんどくさいルールないんです。だから、こういう人たちっていうのは、あんまり、近くには近づけないわけです。適当にあしらって、適当にかわしといた方が、本当はいいです。本当はいいです。じゃないと、こっちまで引っ張られてくんで、ね、中身のように、人生の主役は自分なんです。人生の主役は自分なんです。ね。愚痴を言って現状に不満がある人が主役じゃないんです。その人の不満を、不平や不満を聞くのが主役である自分の人生ではないんでね。ないんで、まあそういうふうな感じでまあ見とけばいいんじゃないかなと思いますね。私も愚痴言ってる人とかでなんかたまにはなんか飲食店とかで来て全然関係ない人とかに話しかけられたりして愚痴愚痴言うやついるんですけど、ちょっと黙っててもらいますって言いますね。うるさいんですけど、みたいなね。はい。はい。という形になるんで、まあ、そういう感じだと思うんです。だから、まず二つ覚えてください。愚痴を言わないということです。愚痴言いたかったらノートに書いてください。邪魔なんで。はい。で、二つ目ということになるんですけど、愚痴を言う人はあまり周りに近づけないということが、まあ、ストレスのない社会になっていくんじゃないかな、というふうな形になりますね。まあ、なんていうんですかね。愚痴言うっていうのよくわかんないんですよね、正直。ないし、別に。はい。嫌やったら別にやめりゃええやんっていう人なんで、そうなんですよ。俺ね、別にね、なんか、嫌やったら別に自由にしたらええんちゃうんですかって話じゃないですか。なんでね、まあ、そういう人たちはまあ、一緒そうなんだ、ぐらいに思ってます。はい。ということでね、皆さん、明日を向いて、しっかりとやってみましょう。愚痴を言う前に、改善ができる方向性を考え、自分の要するに足りないところを努力していく。一歩一歩でですね、死ぬ気でやる必要性は全くありません。しかしながら一歩一歩努力をしていくということが大事になってきます。そして、愚痴を聞かされる側の人間の気持ちになって考えましょう。いいですか？愚痴を聞かされる側は結構うざいです。はっきり言いますが。はい。ということでね、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。